院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。今日は糖についてお話していただきたいと思います。はい、はい、砂糖はアメリカで奴隷時代に始まった産業なんですね。そうなんですか。畑仕事をさせて、はい、工場で砂糖を精製させて大きなビジネスを展開しました。今でも大きな産業ですよね。そうですね、ショッピングセンターを見渡すとですね、はい、砂糖を使っているお店がいっぱいありますよね。うん、ケーキ、あー、ドーナツ、はい、アイスクリーム、はい、ジュース、はい、エトセトラですよね。確かにそうですね。女性は大好きなんです。そうなんですよね。別腹と言いますもんね、はい、店内に入ると甘い匂いがしますよね。はい、これはですね、はい、三色症といって、はい、聞いたことありますか？ないです。甘い匂いを嗅いでいると、はいはい、歯が酸化して溶けてしまうんです。匂いを嗅ぐだけですか？そうなんです。歯が溶けて減ったり、はい、色が変わってしまうということなんですね。そうなんですね。例えばソムリエ、はい、寿司職人、はい、メッキ工場で働く人など、まあ、そういう人たちならなりますね。そうなんですか。糖は健康に良くないんですか？うん、良くないですね。炭水化物も実は糖なんです、はい、うまく噛めない人は簡単に噛める炭水化物を中心とした食品になりがちなんですね。そうなんですね。昔の日本ではよく噛む必要のある食べ物は多かったんです。はい、根菜や玄米が食事の主流でした。はい、根菜は人参、大根、ごぼうとかですね。そうです。ちょっと、まあ、糖尿病のお話をしましょう。はい、お願いします。糖尿病の原因は、はい、糖の代謝がうまくいかないことですね。代謝なんですね。そうです。インシュリンは血液中のブドウ糖を細胞に取り込むために絶対に必要なホルモンの一種なんですね。はい、しかしあらゆる砂糖やブドウ糖は避ける必要があるんです。なぜでしょうか？それは砂糖を摂ると血糖が上昇しますよね。はい、その結果インシュリンが放出されるようになります。はい、でインシュリンスパイクというのが発生するんです。インシュリンスパイク。そう、インシュリンスパイクは体の至るところを不健康にしてしまうんですね。本当ですか？そうです。インシュリンが生成されすぎると病気になってしまうんですね。だから体はインシュリンへの抵抗力を備えるようになってしまうんです。なるほど。インシュリン耐性はインシュリンの効果を効きにくくしてしまうんですね。怖いですね。怖いですよね。自然なものを料理して食べていれば問題はありません。はい、なるほど。食べるときはよく噛んでください。はい、大口先生ありがとうございました。はい、どうぞ。噛むことはあなたの健康の源です。まずはお口の健康からですね。いつも大口チャンネルをご覧いただきありがとうございます。引き続きご視聴お申し込みをお願いします。登録ボタンを押すと便利ですよ。インプラントを諦めて悩んでいる方、歯並びを直したいけど煩わしさのため躊躇されている方、ぜひご相談ください。大口式で対応しております。大口博歯科クリニック。